おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。で、今回何をやっていくかって言ったらですね、ガチャ引いていくんですが、ガチャ引く前におそらくね、だいぶ長い5分以上ですね、ちょっと無課金の方に向けてのお話があります。課金してる方もね、もしよろしければ聞いてください。ガチャだけが見たいよって方はベベベベベって10秒スキップしてね、ガチャの手前まで行っていただければと思います。で、無課金の方はね、ぜひぜひ見ていただきたい。で、まあ、今回僕ガチャ引くんですけど、もう先に言っておきます。もう僕のガチャ動画とか他の方のガチャ動画見て、無課金の方ガチャ引けて羨ましいなって思うこと決してしないでください。まあ、羨ましいなって思うなとは言いませんが、僕から言わせてみればガチャを引くことの我慢できるあなたたちの方が羨ましいですね。僕は、僕 YouTube を始めたのが今年の4月ぐらいかな、なんですけれども、一つきっかけがございまして、無課金の方がソシャゲが楽しいことに気づいたからなんですよ。課金し始めると勝てない時、難しい時、負けた時、どうやって勝ったらいいかわからない時、お金入れるんですよ。試行錯誤が止まるんですよね。このフォーメーションはどうかな、ポジションエディットはどうかな、普通のゲームでボスに勝てなかったらレベル上げるじゃないですか。課金したらレベル上げないんですよ、お金入れるんですよ。それ果たして楽しいかって聞かれたら、僕言いますよ、僕は楽しくないです。楽しいですよ、勝った時はね、出た時は嬉しいですよ。でもそれってあれですから、ギャンブルと同じですから、パチンコ当たって球バラバラ出てきてる時と同じ、上当たって嬉しいっていうのと同じ感覚です。あのソシャゲはギャンブル依存症なんで、僕は結構心理学とかもずっとやってたんですけど、ソシャゲの方の、ソシャゲにマジでどっぷり浸かり込んじゃう人、課金しまくって、まあ、大変なとこまで行っちゃう方ってギャンブル依存症の方がすごい多いんですよね。基本同じなんですよ。で、もう一個あるんですけど、だから僕 YouTube 始め、ちょっと話が戻るんですけどね、だから僕 YouTube 始めたんですよ。無課金の方が楽しいから、無課金の方と同じような目線でプレイしていきたい。だから僕 YouTube に上げてる動画って無償分のガチャは結構回しますけど、意外と大切に使ってたんですよね。それがなぜか今月めちゃくちゃ財布の紐が緩んで3万バカすか課金したんですけど、普段僕絶対月1万までしか課金しないって決めてるんですよ。いろんなゲームやってて、例えばその月額課金のそのゲームじゃないやつとかもあるんですよね。あの乗り換え案内とかも、そういうのも全部含めて携帯から課金するものは1万って決めてたんですけど、まあ、今月はちょっとね、3万課金しちゃったんですけど、マジでやめましょう。3万、例えばね、例えばですよ、ガチャ引こうかな、欲しいな、今回サラー来たな、いや欲しいな、サラー欲しいな、ジェズスも欲しいな、マネも欲しいな、どうしよっかなって悩んだら、1万課金するか悩むときにこのゲームの画面見て悩まないでください。この画面、スパスタフェスのこの画面見て悩まないでください。アマゾン行ってください。その1万3万悩んでる額でアマゾンで買えるもの見てください。でそれと見比べてください。今どっちが欲しいかじゃなくて、半年後この目の前のものを手に入れた自分がそのもので満足できているかを考えてください。2ヶ月後でも、いや1ヶ月後でもいいです。今ここでジェズス引きました、マネ引きました、サラー引きました、1万課金して引きました、まあ、3万課金して、じゃあジェズスとサラー当てたとしましょう。そのジェズスとサラーを見て1ヶ月後の自分がその1万円違うものに使ったものと同等以上の満足ができているかで見てください。で課金しましょう。僕なんか旅行すごい好きなんですけど、あの毎月旅行行くんですよね、旅行がすごい好きなので。でも今月はもう旅行なしですよ。あのよくですね、ソシャゲの課金を食事とか旅行に例える方がいるんですけど、だって食事だって一瞬でなくなるじゃんとかね、旅行だって終われば同じじゃんみたいな、ガチャだって終われば同じじゃん、物買うじゃないじゃんっていう方がいるんですが、これマジで大きな間違いなんですよ。どうしてかっつったら、例えば1万円払ってコース料理食べたとしましょう。1万払ったら結構いい寿司もいい料理も食べれます。これでいやいや1万で食えるものなんてたかが知れてるっていう方は、金銭感覚あなた世界から世間一般から見ておかしいので、そういう方ちょっと置いておきましょう。そうじゃなくて1万あったら結構いいご飯食べれます。だいぶいいご飯食べれると思います。駅ビルの一番上の本当にお高いところですら1万とかですし、まあめちゃくちゃいい焼肉とかでも3万とかなんで行ってもね、食べれるんですよね。でそれって思い出になるんですよ。家族と行ったら家族と写真撮るじゃないですか。まあ例えばじゃあ恋人と行ったら恋人ともシェアしますよね。
友達と行ったら友達とシェアしますよね、記憶を、思い出を。それって写真で撮ってるなら5年後も10年後もその写真見て、あ、この時楽しかったよね、この料理美味しかったよねって話ができるんですよ。でもガチャから出てきたものってその一瞬で終わりなんですよね。そっから先の共有が存在しないんですよ。僕なんか動画上げてるんですけど、後から例えば、ね、1年後見返して、あ、この時サラ弾けてよかったよねってなること 100% ないです。僕以前パズドラとかね、ドラクエ FF に、まあ、月5万ずつぐらいバーって課金してたんですけど、本当に 2,3 年ぐらいそんな課金が続いてたんですけど、今振り返ってあの課金してよかったねって思ったことは一度もないですけど、旅行めちゃくちゃ奮発して一泊4万のホテルとかにね泊まった時って今でも思い出に残ってます。一泊4万のホテルってなかなかないんですよ。でありますよ、あるけど、旅行ってホテル泊まるより観光の方がメインなので、ホテルってあんまグレードアップしないんですよね、僕は。でもあの4万のホテルは今でも思い出になってますし、一緒に行った人と話します。あのホテル良かったよねって、また行きたいねって話します。ガチャはそれがないんですよ。だから食事も同じですよね。例えばちょっとお祝い事があってね、子供でも恋人でもいいですし、まあ結婚相手でもいいですし、友達でもいいですし、お祝い事でやったその食事って絶対後から振り返るんですよね。ガチャは振り返らないんですよ。なので無課金の方でガチャ引いてて羨ましい、ガチャ引こうかなって悩んでる方は、そのお金があったら何ができるかを考えてください。じゃあ1万円じゃなくて3000円だったらいいんじゃないかなとか、そこはもう皆さんの裁量にお任せします。無理のない程度で課金するのが一番ですが、やっぱ限度があるので限度を守って課金してください。本当にね、これだけはお願いいたします。私は別に今お金これね課金したこと後悔はしておりません。ただ後悔していないだけです。2ヶ月後の満足感はないです。絶対ない。保証します。2ヶ月後、あの時ガチャを引いてよかったとは絶対に思っていないと保証します。はい。ということで、ちょっとね、だいぶ長い前置きになったんですけど、まあ、7分ぐらい話したかな。うん。本当にね、無課金の方は、ちょっと今の話をよく聞いてね、微課金の方でね、ちょっといっぱい課金したいか悩んでる方は、今の話を聞いた上で、自分が課金するかどうかをぜひ考えてみてください。課金って本当に残らないんですよ、マジで。課金してる僕が言うんだから間違いないです。このゲームでは課金してないですけど、本当に僕パズドラに入れた額とか100万超えてるんで、超えてるんで、今はね本当に月1万で、ちょっと今月ちょっと奮発したんですけど、来月からねまた月1万になって、ちょっと謙虚な生活に戻ると思いますけど、月1万がね謙虚かどうか分かんないんですけど、控えめかどうか分かんないんですけど、まあね、月1万ってやるんですけど、ちょ今月ね課金しすぎて昔のことを思い出したので話させていただきました。本当にね、ぜひぜひ胸に刻んでいただいて、考えていただいて、ガチャっていうものがどういうものかを把握していただきたいと思います。ってことで、それではね、切り替えました。はいはい、切り替えたよ。もう切り替えた。もういらない。もうさっきの話全部忘れました。私ガチャ引きます。はははは。こんな大人にならないでください、マジでね、子供の方はね。さあ、まずは星3いらない。一番の狙いはやっぱカンテですね。サラーが手に入ってるので、ぶっちゃけですね、星4の監督が来たからといって、新しく出た星4のフォーメーションがブルーよりはっきり言って明確に強いかと聞かれたら、絶対そんなことないと思うんですよね。もちろんそれはちょっとは強いかもしれないですけど、ぶっちゃけオレンジスタイル貫いてる方とかも今ですらいるので、そこまで監督じゃなきゃ時代が変わるほど、環境を大きく変わるほど強いとは思えないので、とりあえず中央突破、そしてポゼッションでサイドアタック、カウンター、全てで、使うことのできるカンテが欲しい、私は。カンテが欲しい。あとは誰だろうな。あとはカゼミロでもいいですね。まあ、できればカンテ。カンテじゃないと、特に中央突破と、カウンターに関しては、絶対カンテがいるので、それでも、一応ね、カゼミロでも全然 OK です。カゼミロでも欲しい。あとは、ダビド・ルイスですよね。ダビド・ルイス、デヘア。イカルディも欲しいな。もちろんジェズスも欲しいですし、でもジェズスは悩ましいですよね。星4監督を使わない限りちょっとジェズスいらないので、まあそうやって考えたらやっぱ、センター、ディフェンス、ミッドフィルダー、アンカーの選手ですよね。アンカーの選手か、まあライトサイドバックの星5。ちょっと待って、これさ、俺60連引いたんだけど、6
回10連やって星5確定以外で1回も来ないのやばくない？そして7回目星5確率 50%、 10% 30% を逃してここで来なかったらもう俺は許さないよ。もうこうなるんですよ。許さないよってなるんですよ。お金入れてんのお前なのに、なんでお前そのお金を運で任せてんのみたいな。確実に満足できるものにやるよってなりますよね。しかもその当たったとしても満足感持続しないならやるなよってなるんですけど、やっちゃうんですよ。もう本当に皆さんこうはならないでください。もう本当に。さあ来い。え、マジで来ないんだけど、ちょ怖いんだけど。そもそも星5 50% で外れたらもうマジでメンタルやばいし、持ってたらさらにメンタルやばい。いや、持ってる方がまだマシか。頼みます、神様、神様頼みます。この愚かでめめしい私に星5をください。さあ誰だ、星4はいらんのじゃ。お、来た、誰だ、鑑定、神神神神。マジでこんな大人にならないでください。 M 課金の皆さん、僕とね同じぐらいの年齢の方はこういう人間にならないでください。課金は一時です。一時の満足感です。ただ私はその満足感でも今鑑定が出て満足です。醜いな俺、醜いな、醜い大人でございまする。さあね、無事にカンテが来てくれて、ちょっとだいぶ運がいいですね。前回そのメンディーが来てくれて、今回サラーとカンテがまあ70連でね、まあ、まあ1枠確定だったとはいえ、サラーカンテが来てくれたので、相当フォーメーションがね、うん、見事に使ってるフォーメーションの、レベルアップが図れましたね。ただ、カンテ育てんの大変やな、あとサラーも。うん。いやマジでよかった、お金入れてよかった、3万円の鑑定。ここねケディラがちょうど鑑定に帰れるんですよ。あっそうだった、いねえんだった。もうね、あの選手がいないんですよね、溢れ返ってるんで僕。いや3万円っすからね、鑑定とサラーで1人1万5000円ですよ皆さん。1万5000円のサラーと1万5000円の鑑定、果たしてここに1万5000円の価値があるのかどうかよく考えてください。ってことでね、今回はこんなようなガチャの結果になりました。選手がね、もうちょっと溢れ返ってるので、またちょっと選手整理してからね、ちょっと、まあ、噛んで育てていきたいんですが、ちょっと今ね、イベントが来てるので、レベルアップできないんですよね。まあ、悩ましいんですが、まあまあ、早めにね、噛んで2画してほしい、レベル50にしてね、サラーも同じようにして、このケディラの場所ですよね。で、ここもケディラがいて、ここもケディラがいるので、変えていきたいと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様のね、良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。